はい、じゃあ行くけども怪我だけないようにな、しっかりとお願いします。失礼します。失礼します。おや、先輩、あの人何してはるんですか？あの人な、あの3人の海老沢先輩やねんけど、はい、野球めっちゃうまいねんけどな、なんかすごい最近サボってはって、まあ、サボり前な。え、なんで野球うまいのにサボるんですか？分からんけど、だるいんちゃう、けどまあ野球バリうまいで海老沢先輩は。マジっすか？うん。どこ？どこ？お茶になります。ダルダル。練習参加させてもらってもいいですか？先生な、お前のバッティングをこのくらいに見せるのを楽しみにしよった。がっかりさせといてくれや。お前たち本年目標にせえ言うつもりやったよ、お前のこと。今度ちお前のこと目標にせえのが余裕はあんわ。やろ。はい。みたいな緩いキャラ、緩いキャラはいらない。今からな、新1年生来てチームいい感じやって行こう思ってんね。邪魔せんといてくれ。邪魔ってろ。なる。お前みたいな、すまんな。あ、いい。あの野球はまあそこそこできるやつだ。はい。けどな、どうしたもんかな。1年生の頃はしっかり頑張っとったんやけど、うん、まあならんよりお前らはな、自分をしっかり貫いてやったよ。はい、はい、ほな練習行っといて。はい、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 ありがとうございました。ほなあの他の次の1年生ちょ呼んでいっといて。はい、はい、失礼します。失礼します。エリザ先輩、お疲れ様です。お前は誰？あ、僕翔太です。あの海老沢先輩ってなんであんな野球うまいのにサボったりしてるんかなって。でもお前こんなとこで俺喋ってたらまた監督に怒られんの？いや全然全然大丈夫です。あのそれに練習終わってみんなもう帰られたんで。お前は野球好きか？僕は野球好きです。俺と一緒やな。ここの野球見せたらわかるけどさ、意味わからん上下関係とか、意味わからん決まり、意味わからん見張りとかで、大好きな野球を嫌いたくないから。まあ、言い訳か。でもまあ、お前もわかると思うで。でも多分、お前も俺と同じにサボってるわけ。いや、僕はサボんないっす。僕はサボらないっす。誰が一番うまいかな？海老沢先輩ちゃう？あ、海老沢先輩か、うん、あれサボってもんな。あ、まあまあ、うん、でもうまいって言うな、うまいって言うな。海老沢先輩か、海老沢先輩、うん、それで言うたら江戸先輩の方がうまいじゃん。あ、マジめっちゃ守備うまかった。守備やばかった。うん、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまい。あ、いや江戸さんもうまいもんな。うん、海老沢先輩、うまい人多いな、やっぱり。
まあ今日はね、練習に入る前に少しだけ、まあ残念なお知らせがあります。はい、うん、まあ1年生がな、3日前に無事全員、うん、入学を終えて、入学式を終えて、正式に入部という形になって、まあ、3日目、新体制新チームで、これからやっていこうかという、うん、そういうタイミングではありましたが、まあこればっかりはしょうがない。まあ、みんなもなうすうすもお気づいとるとは思うけども、な1年生の入りたてのな、なんやね、あの子が、このタイミングでチームを去ることになりました。うん、まあ、これはね、悪いお知らせというよりかは、うん、残念なお知らせ。我々はな、重く受け止めて前に進むしかしょうがない。それぞれの道があるからね。まあ、ちょっと自分の口で最後、挨拶だけしなさい。おはようございます。本日をもちまして、この野球部を辞めることになりました。短い間でしたが、今までありがとうございました。僕は辞めてからもこの野球部を応援し続けるので、これからもよろしくお願いします。はい、立派なスピーチでした。まあな、君がさっき言ってくれた、辞めてからも応援してくれるっていうその言葉、すごく嬉しいし、逆もそうや。我々野球部もチームを去ってもな、君の今後を応援してます。お前もな、まあそれぞれでもね、1年とかはな、仲良くなっとるやろから、挨拶とかはな、済んであると思うけども、チームを去っても仲間、友達であることは変わりないからな。いつでも顔見せにおいで。ありがとうございます。もう今日で練習も今日は参加せずにね、もうこれを最後に、一旦実家の方に戻れな。そうですね、実家から大学に通う形か、通いになりますっていう形になるから、まあ学校とかやったらまた普通にな、別に別れやないわ、大学とか会えるからな。はい、 OK、ありがとうな。ありがとうございました。はい、じゃあ先生も今日はね、仕事でもう申し訳ないけども帰るから、練習しっかりとやっていきましょう。はい、じゃあ解散。はい、練習しっかりね。ありがとうございました。どうぞ、ちょうだい。次送ってもらったら全部ないよ。まあこれ、まだ何も書かれてへんし。いや、もう知らんか、いらんよ。こんなん、もらっとってくれよ。ありがとう。もらっとくわ、これは。ほな、頑張ってな。ありがとう。お前、頑張ってな、これから野球。頑張るわ。応援してんの、お前も。ありがとう。じゃあね、またバイバイ。よし、そうか、お前だったよ。オッケー、ありがとう。おい、ウリザーさん、お前ら、あいつのこと引き止めた？いや、引き止めてないです。後輩パシったり、練習サボったりする先輩とか、仕事できひん1年とかより、仲間見捨てるやつが一番クズやから。はい、ありがとうございます。